本社総本店道頓堀店本港店、七川店脇にあるの連天年豚骨ラーメン、専門店一覧は、福岡県福岡市に本社を置く、ラーメンチェーン店である。1960年、中原定幸により、福岡県福岡市百道で屋台双葉ラーメンとして創業し、ラーメンの真ん中に唐辛子ベースの赤いタレを浮かせて、提供した元祖とされる。 1966年に福岡県をゴー市へ移転し、野豪を一覧と改名して営業を続けた。やがて初代店主である中原夫妻が高齢となって廃業を予定するも、現代表によって野豪を買い取り、営業を継続、常連を会員とする全国でも稀な開園制ラーメン店となる。一覧は日本初の開園制と自称している。 1993年9月、現在の一覧第一号店である、七川店が開店し、福岡県内で店舗展開を行う。店主が変わっていることから、1960年に創業したももじの店ではなく、ここを発祥の店としている。記入式オーダーシステム、味集中カウンターは、現在の一覧になってからである。すべてのお客様に、 とにかく何も気にすることなく無心でラーメンを味わっていただきたいと語り、カウンター席、のれん、仕切り、客の好みに応えるための、オーダーシステムや替え玉注文時に、チャルメラがなる、替え玉システムを、味集中システムとして、特許を取得している。近年は、ブルーオーシャン戦略の基本企業や、外食産業の成功例などとして紹介され、創意工夫に満ちた。 優れたサービスを提供する企業として表彰された。2001年、関東地発となる六本木大江戸線駅場店、大阪府、愛知県、熊本県にそれぞれ出店し、2014年時点は約50店舗である。2020年1月には札幌市出店で、北海道にも進出した。2021年1月には仙台市出店で、 東北地方にも進出した。2012年、福岡県福岡市博多区中洲に本社ビルが完成する。3階から12階までのベランダ部分に赤いちょを左右4個ずつ、計80個吊り下げ、遠隔スイッチでルーレットになっている。客がルーレットを当てると土産がもらえる。また2014年には、福岡県糸島市にある自社工場に隣接した店舗、 一覧の森店を開店し、広報施設を兼ねている。2009年以降は、物販事業にも進出しており、袋麺タイプの一覧ラーメンなどを、お土産商品として、店頭、通販サイトにて販売している。2018年3月6日、大阪府警察南警察署が、一覧社長の吉富学と、同チェーン店を運営する社員、法人としての一覧を、 入管難民法違反及び雇用対策法違反容疑で大阪地方検察庁へ書類送検した。2021年2月には一覧で初となるカップ麺一覧豚骨を発売した。豚骨スープを用いる。食券を求めた後に味、麺の硬さなどを日本語、英語、中国語、韓国語の専用詞で指定する。会員制時代は客ごとに違えるのは 麺の硬さとタレの量程度で、店主がすべての客の好みを覚えていたが、不特定多数の客に対応するために導入された。現在は以下の7項目で、主捨選択できる。同じ注文をしても、店舗ごとに違いが出ず、安定した味を提供するため、セントラルキッチン方式とし、専用の工場で製麺などを行っている。 自動券売機の食券購入による全金制だが、箸袋に品名と料金が印刷されており、自席前方にあるボタンを押して、店員及び料金と一緒に提示することで追加注文ができる。福岡のキャナルシティ博多店及び天神西通り店では、重箱丼が採用されており、キャナルシティ博多店では、究極の酸味のありかなしが選択できる。 味集中カウンター。横から食べているところが見えないようになっている。味集中カウンター。正面のすだりはラーメンが出てきた後に下がる。福岡県糸島市にあるセントラルキッチンのラーメン生産工場。できたて超生麺はここの店舗のみで味わえる。博物館などを備えた観光施設でもある。2014年に開業し、敷地面積は 約9万4000平方メートル。店頭や通販で購入可能。2021年2月15日発売。製造はエースコック。コンビニや一般小売店でも販売している。A 袋、B 袋の2種類のスープ、秘伝のタレと記載された C 袋と麺が入っており、ラーメン本来の純粋な味わいを楽しんでいただくため、具は一切入っていない。 発売から1ヶ月で総出化数60万食を突破、2ヶ月で100万食を突破した。ありがとうございます。